バレンティン・ベルリンスキーは、ロシアのチェロ奏者、ボロディン弦楽四重相談の一員。1925年イルクーツク生まれ、幼い頃からバイオリンを、父から学ぶ。父のアレクサンドルは弁護士となることを選んだものの、レオポルド・アウアーについて、バイオリンを学んだことがあった。その後、モスクワ中央音楽学校チェロ科へ入学して1941年に、同校を卒業。 1941年から1947年まで、モスクワ音楽院で学び、1947年から1952年まで、クネーシン音楽大学研究科でセミオン・コゾルポフについて学ぶ。1944年に結成された、ボロギン弦楽始終相談に1945年に、チェロ奏者として参加。教育者としては、2007年から、 無シンを音楽大学で教え始め、1980年からは、同校教授となり、更新の指導に当たった。ありがとうございます。